3、リファーレン長崎47で迎えた J2 第29節です。で、はい、その疲労っていうところもちょっと大事になってきますよね。ちょっと味方同士で重なって、そのボールドーグラス・ビエイラ、ラストパスが来ます。富山の先制、ベルディ決めたのはアラン・ピネイロ。いや、長崎からするとちょっと自分たちでミス、お互い見合ったところからの失点なんてちょっと痛いですね。はい、このボールに高杉、田代2人が行きました。そうですね、梶川、渡辺、その2人、このピット、これも前が空きます。ドリブルで運びながら逆サイドには安西光輝、シュート運んでフィニッシュまで行きました。これは外れたアラン・ピネイロ、ちょっと最後シュートの時足元入っちゃいましたかね。アラン・ピネイロへ、そうでしたね、裏を狙います。入れ替わりました、に飛び出していきました渡辺。スペースへ、これはうまく入れ替わった、スピードがあります安西光輝、自分でボックス内走り込んでフィニッシュ。手前から一気に行きました安西光輝、シュートパス両方選択肢あったと思うんですけど、まあ思い切って行きましたね。